はい、こんにちは、イタルでございます。全国のバーテンダーの皆さん、そして飲食店の皆様、元気ですか？でも元気なわけないですね。各地でね、自粛要請から等々ね、政府は緊急事態宣言を出すということになりました。個人的にはね、出すんやったらもっと早いとこ出した方が良かったんちゃうかなというふうに思いますし、 EU 諸国みたいに営業禁止にしてもらった方が逆に楽やったのかなというふうに思います。まあもちろんそれはね、休業保障ありきなんですけど、まあ日本の制度としてはちょっともうそれは無理だということで、まあ仕方がないんですけども、ちなみに私ですね、このエリアの、まあ、商店街なんですけど理事長をやってまして、まあ、それぞれいろんな飲食店にちょっとヒアリングをしたんですけども、まあ、それはまあ悲惨な状況になってます。正直店を開けていいものかどうかっていうのを悩んだ春お店もありますし、ただ店を閉めたら閉めたで売り上げがゼロになるという八方塞がりの状況に陥ってます。飲食店っていうのは日々の日銭が命なわけなんで、まあそれを政府がね、もうそれは補填しますよっていうふうに言っていただければすんなり閉めて自粛をするんですけどね、なかなか中途半端な状況かなというふうに思ってます。これはね、全国どこでも起こってる状況ですしね、まあ、首都圏東京やなんかはもっとひどい状況というふうに聞いてますし、それはまあ十分承知はしてるんですけども、そこはなんとかしていただきたいなと思います。でですね、昨日ね、ここの周辺のね、ちょっと主要な飲食店のオーナーを緊急招集しミーティングを行いました。で現在、まあほとんどのお店がですね、もう本当にお客さんが来店されないという状況に陥ってまして、まあほとんど皆さんテイクアウトにシフトされてます。でここは周辺ですね、チームとなってみんなでこの難局を乗り切ろうということで、皆さんもう本当に崖っぷち状態なのでね、皆さんそれぞれのお店でとびっきりのお弁当を作って、これを崖っぷち弁当というふうに命名をして、様々なメディアに載せようということになりました。まあ詳細はまあ後日 SNS とかでお知らせをしようと思っております。それから政府の対応に関してなんですけども、皆さんね、本当に必死で考えていただいているというふうにはもう本当によく分かってます。政治家の皆さんも本当に頑張っておられることもよく分かりますし、ただですね、まあこの1世帯30万円給付っていうのも住民税非課税世帯が対象なので、これですね、多分ほとんどの家庭が対象外になるのかなというふうに思いますし、そもそも1世帯っていうのがまあかなり、まあそれはどうなのかなというふうに思います。セーフティーネットでの融資無利子無担保とはいえ、この先が見えない状況で新たに借金を抱えるというのは皆さんかなり躊躇されているのかなというふうに感じました。ただね、給付金に関して、まあ、今出てるのが中小企業に200万円フリーランスに100万円というのがありますけど、まあ、これはもう本当に期待をしております。まあ、普段ね、僕あんまり政治家の皆さんにはお願いはしないんですけども、ここは本当にお願いをしたいと思いますし、これからも代表としてお願いをしていこうというふうに思ってます。官僚の皆さんに負けずに、政治家の皆さんどうか本当によろしくお願いしたいと思います。はい、ちなみにうちの店なんですけども、うちの店はまあバーなので、まあ、カクテルをテイクアウトというのはもうちょっとまた違うかなというふうに思いますし、バーっていうのはどちらかというとコミュニケーションを売る場所でもあります。バーチャルバーというのも若干ちょっと検討はしてますけども、とりあえずバー家具屋に関してはソーシャルディスタンスをとって、席と席の間をできるだけ開けて窓を開放して営業をもう少ししていきたいというふうに思います。ちなみにカウンターの方ですね、こんな感じで席と席を開けてます。でですね、こちら、うちのバーはこの横、このこちらにですね、日本庭園がございまして、こちら完全にオープンにしてオープンエアバーとして、営業を続けたいというふうに思います。というわけで飲食店の皆様っていうか、もう商人の皆様、このですね、崖っぷち状態を乗り越えましょう。そしてですね、テンションを下げずにですね、上げ上げで、頑張りましょう。というわけで本日の動画はこれにて終了。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。